楽しみの週ご飯の時間ですよ。今日はですね、あの耳側の痛みなんですけど、耳側のいいところがもう全部なくなっちゃった、全部なくなっちゃったよです。ごめんなさい。はい、どうも、楽しみの週ご飯の時間ですよ。ごめんなさいっていうのはおかしな話なんですけれども、今日はですね、耳が痛め初の、耳が痛め自体はもう何回も僕は作ったことあります。自分でもう作って何十年も作って食べたことあります。島に暮らしてた時代、高校生、中学生、小学生の時代から自分で何回も作って食べたことありますが、今回は初めてなんかやろうっちゅう、こんなことやってみようっていうのと、あと豆板醤の味付け、豆板醤の残りが少なかったもんですからね、瓶に入ったやつの豆板醤がですよ、瓶に入った豆板醤のやつが少なかったもん、もう残りがもうちょっとだから、じゃあそれ使ってやってみようかな。初めて、そうだ、かぼちゃ、これ今切ってるやつなるかんね、このかぼちゃですよ。かぼちゃも、あ、そういえばかぼちゃもちょっと残り少ないって、じゃあね、初めてやるんだから、これちょっと初めてこのやるんだからというか、初めてこのナルカンも入れて、豆板醤味でやってやるんだから、じゃあちょっとやったことないことやってみようかって、今からやっていただくの見ていただければ分かると思うんですけど、やるのの心は何やるかっていうと、あれですよ、耳側をね、塩もみというか塩でザザッと洗ってからやったらどうなるんだろうか、やってみよう、そんなことやったこともないし見たこともないし、やったらどうなるのかやってみようかなと思って、今日は初めてのあれだからやってみようと思ってやったらですね、もう大失敗です。耳側を塩でやっちゃいかんすよ、塩でね揉んだらいかんよ、これもう本当にね、これ僕は今回のでね、ごめんなさい忘れてた、今回もいつも通りお手手を洗ってお水を一口飲んでから始めていってたと思います。そうだったと思います。よろしくお願いします、岸間です。途中変なところでよろしくお願いします、岸間ですなっちゃいましたけども、あのね、塩もみはね、耳側のいいところがもうね、ほとんど、まあ、完全に全部じゃないですけど、ほとんど全部根こそぎ持っていかれました。ほとんど全部根こそぎ持っていかれた。耳側のいいところ、ゼラチン、コラーゲンっていうんですか、そういう部分、コリコリ食感の部分のね、もう半数以上は塩でやられてね、溶け出して、これ始めますよ。これですよ、皆さん絶対に真似しちゃいかんっていうのを、これ今悪いお手本、悪い見本を皆さんに今お届けすることになるわけです。洗いました、そうです、これ洗ってね、次やれるように塩でこうやってやって、これです、これがいかんかった、これが非常にいかんかった。ここで念入りにやりやすくしようってやって、これもダメだったってことです。つまりは塩やって、こんなこと一回もやったことないんですよ。ナルカンも入れるし、豆板醤も入れるし、初めて尽くしだから、こんなのこともやってみようかなと思ってやってみたんです。そしたら見てください、どん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 油が、コラーゲンでしょうか、それそこら辺が溶け出して、もうこの時点で、あ、これはいかんぞ、これはいかんぞ、これやってもうたなと、やってもうたるさというふうにもう気づいておりますが、もう時すでに遅し、覆水盆に帰らず、そういうことでございます。先に立たずです、後悔はしておりません、反省はしております、もうこの時点で反省はしております。ああ、これはダメなんだな、後悔はしておりません、これダメなんだな、ああ、これはやっちゃいかんかったんだな、さあこれからこれを炒めたらどうなっていくんだろうな、おい木島くん、これはどうなっていくんだいと、自分でね、もう自分で自分、木島と話をしながら進めている段階でございます。なるかんはね、これはしっかり茹でて、その途中でガシッグシュッてなるような感じじゃいけませんから、なるかんはね、しっかりと茹でて、美味しい状態にちゃんとね、1個使い切りましたよ。結構ね、大きめのやつ、ブランドかぼちゃみたいなやつではないですけどね、業務スーパーで買ってきたはずよ、これは業務スーパーで買ってきて、それを何にしたっけな、サラダ、煮物で、これで耳が痛め、耳側のいいところが全部なくなった、耳が痛め、これでナルカン1個全部使い切りでございます。無駄にすることなく、これお皿にあげればいいんですけども、洗い物が増えちゃあれなんで、もうまな板の上にそのまま直に置いていくように今回は決定いたしました。そうすることになりました。一番端っこ、右上の、ね、端っこの方に置こうかなと思ったんだけど、はまりきらんもんですから、もうこっちの手前までいらっしゃい しまして、こっちで待ってたね、あなた方はということで、ここでナルカン全部あげました。あー、でもね、味はね、非常に美味しかったですよ。味はね、非常に美味しかったの。あー、これで耳側をね、洗いさえしなければ、
耳側を洗うことさえ揉むことさえ、ね、しなければこれがどんなに美味しい耳が痛めたおばあちゃん組の耳が痛めになったんだろうなというふうなね、もう本当に、まあでもねこれやってみないと分かんないから、今まで揉んだことなかったんですから、で揉んでみてやっと分かったんだ、あ揉んだらこうなるなと、これもう音も違うね、いつもとやっぱ違うんだな、ジャーッワーってなるようなね感じじゃないですよ、もうこれもうあの洗ってる時点、揉んでる時点でおかしかったのって言ってるけど、これやっぱり言うから余計にね、まあこれがまたこびりつくこびりつく、ほら見てください、これこんな風にならないんですから普段は、まあね、なるかに入れてからやったっていうのもあるんですけど、完全に音がもし音が死んでおるし、ほらもうむっちょむっちょんですから、これこれはもうどう考えても挽回できないな、でも一応油をちょっと入れればね、もうちょっとは良くなるかなということで、確か油足したな、油もうちょっと足せばもうちょっとはなんとかなるかなと思って、油を足したような気がするな、そろそろ足すんじゃないですか、この感じだと来るかな来るかな、油来るかな、あこの子だこの子だ、あどうぞ、あれ足さなかったっけな、足したと思うんですけどね、もうこれもう1週間ぐらい前のあのあれでなんだもんで、あれなんだもんで、あれなんだもんでね、あの作ったのはこれ今録音してるのはあれですけど、ちょっとね間いろいろお出かけして、おら油出した油出した、お出かけしていろいろ作業っていうか、まあいろいろあってですね、この録音はあのこの編集というか録音というかはちょっと日にちが空いてしまったんであれだったんですけど、油足してもどうにもならないものはどうにもならないですよ、どうにもなりませんでした、ただ味は良かった、味は良かった、でもね全部なくなったわけじゃないですから、その良さがコリコリとしたのはちょっと残ったりしてる部分もあったわけですよ、だからまあ0点ではない、0点ではない、ただもう本当あのあれに申し訳ないと思っただけ、耳以外に申し訳ないと思っただけ、これオイスターソース入れて、甜麺醤なんか入れちゃったりして、もうこんなことも普段しないですが、塩コショウと、まあ、本出し入れることがあったかなぐらいの話なんですけど、これ瓶に残らんようにね、瓶に水入れて豆板醤そうやって入れて、これなんだこれ今のなんだ、醤油か、醤油入れて、まあもうこれでほぼ出来上がりですよ、もう食感、もやしの食感よし、ピーマン、人参、もう食感よし、もう味もよし、耳が洗ったのだけがもうマイナス、これ今日はお米の、炊いてあるのとか冷凍したのがなかったもんですから、これ非常時用と言いますか、ストックしておいております、これなんて言うんですか、これはパックの、レンジでチンして食べるご飯を2つ、ちょっとニャー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 っていうね、そういうなんだっけ、そういう保管しておったやつに登場していただきました。でフライパンに米についてエキスコラーゲン的なものなのかちょっと分かんないけど、それがたくさんね箸にこうやってまとわりついておりますんで、そちらの方も無駄にするわけにはいかないぞと、木島しっかりしっかり無駄なく最後までいただく木島ですから、それはもう箸にこびついたのを今液で溶かして、エキスに溶かして、汁に溶かして落としまして、全部この僕の丼に、木島の丼にね移行して移動していただくわけですよ。あこれ美味しかった、ナルカンもね入れてよかったよ、ナルカン入りの耳が炒めもありだなっていうのをここで知りました、いろんなことしない、豆板醤もいけるんだなと、豆板醤もありだなっていうのもそこでそれも知りました。ただ一つ何遍も言います、耳側を塩もみ塩洗いしてから料理してはいけません、ただ味は非常に美味しかった、今回食べてる動画は別にしてますんで、ぜひ食べてる方の動画もよろしくお願いします、はい美味しかったですからね、よろしくお願いしますね、はい、お待ちしております、そっちの動画で。